はい、皆さんこんにちは、ワナルグルービッシュです。今回はプレイステーション2のゲーム天下人信長編の続きをプレイしていきたいと思います。第4章になります。では早速プレイの方を始めていきましょう。今回の戦場ですが、桶狭間、稲葉山、姉川に続いて手取川の戦いになります。では早速ですね、進軍を開始しましょう。通剣先も見通せぬほどの深い浅霧の中、武田と上杉の大軍勢が死力を尽くして激突している。後の世に言う川中島の合戦である。次の騎馬が切り込んでまいります。さすが謙信、わしの動き悟りおったか。参りますぞ信玄殿。今のは第4次、川中島合戦の様子なんでしょうか。まあ、そういう描写がありましたね。合戦は明確な決着がつかぬまま終わった。上杉軍は越後に退き、謙信はしばしの休息を取るのだった。謙信様、傷の具合はいかがでございますか。川中島の戦が思い出されます。信玄公、噂にたがわぬ猛将でした。して兼続、それは。このような書状が義明公より。尾張の若殿はこのところの所業、幕府をないがしろにしすぎており、あだなす前に牙を抜けとのご意向ですか。織田と戦でござりますか。上位とおらば仕方のないことです。だが信長公、なかなかの男と聞き及んでいます。なめてかかれば食われるはこちら。謙信出兵の報を聞いた信長は嬉しそうにこう言ったという。越後の竜、見事食らってみせようと。さて、では戦場の方に入ってきました。手取川の戦いですね。まあ、実際に信長と謙信が直接交戦したという記録はなかったんじゃないかなと思います。あくまでも今出ている通りですね、柴田勝家が北陸方面軍として、まあ、上杉と相対したというのが実態だったのではないかと思うんですが、まあ、ここはね、ゲームということで、まあ、多少味付けというかね、スパイスが効いている部分になっているかなと思います。上杉軍、総兵力 17,713 部隊。一方、織田軍信長の方は最大8部隊ですね、展開できるということになっているようです。まずは和田山城の城、上杉に渡してなるものかということなので、この和田山城の、まあ守備というか防衛、このあたりから始まるのかなと思います。では勝利条件、敗北条件、それぞれ確認します。まず、勝利条件ですが、謙信の撃退または敵を4部隊以下にまで撃破。敗北条件は信長が討ち死に、または和田山城天守の陥落ということですね。
では、舞台配置から進めていきます。信長と、半兵衛、和正というところ。さらに明智光秀ですね。こちらは鉄砲隊です。半兵衛は騎馬隊で、信長はですね、重騎馬隊へと、少し兵装を変えています。勝家も重騎馬隊1700というところですね。はい。で、この和田山城は秀吉が守っているという状況です。では、少しですね、舞台を再編していきたいと思います。では、出陣をしていきまーす。丹羽長秀、滝川和正あたりをですね、追加した舞台の編成になっています。あと、前田利家も出ました。まあ、謙信相手なのでね、まさに一筋縄ではいかないと思うので、まあ、敵の動き見極めながらですね、しっかりとプレイの方は進めていきたいというふうに思います。やっぱり秀吉が和田山城を守るという展開になりそうですね。秀吉をちょっと天守に入れておきましょう。では、舞台をね、ちょっと動かしていきたいと思います。柴田対全滅か、早かったなぁ。まあ、ちょっと実質何もできなかったですね。福島正則が参戦してきましたね。場所はというと、どうやら、秀吉のいる和田山城の近くにいるので、重装隊の正則も一旦、秀吉と合流してもらいましょう。では、先に進めます。敵の前衛の弓隊ですね。ウイスの弓隊に対して利家、そして信長あたりが突入を行っているという状態です。このまま、まず一旦ですね、敵の前衛部隊を撃破しています。そして敵の方が、和田山城の方に迫ってきてますね。兼続か。これは正則を当てましょう。連射隊。秀吉も出ます。あ、ここでのんびりしているよりかは、一旦ね、兼続を撃破していきたいと。和田山城に侵入を試みていた直江兼続隊を撃破しました。まあ、ここはですね、秀吉と正則に引き続き和田山城の守備を任せます。では続いて、マップ、戦場の左側ですね。ここにいる敵の造園櫓、ここを占拠しにかかりたいと思います。お、秀吉に国名が出てますね。ちょっとここはじゃあ、今の会話にあった雪崩だと思って。雪崩を起こさせましょう。
これで敵の侵入路を、まあ、塞いだということですかね。では秀吉は引き続きですね、この和田山城の防衛に入ってもらいたいと思います。さあ、ではここに来て、敵の重装隊守りが固そうですね。ここに対しては、まあ一旦数ますのですね、混乱を食らわせて、その後一気にですね、信長の騎馬隊、竹中半兵衛の騎馬隊、これらを投入して壊滅させたいというふうに思います。ではまずは数ますと、あと、まあ、足軽の年上ですね。この辺りを、増援櫓、敵の増援櫓へと突入させていきます。さあ、突入していきましたね。敵の馬防柵を突破、今しているところになります。これ突破して、今、軍が中へと入ってきました。このタイミングで特殊命令から桜ん玉を投げ込んで、一気に敵の重装隊ですね、これを混乱に陥れましょう。で、その後ですね、信長、竹中半兵衛、この騎馬隊を一気に突入させていきます。特殊命令から騎馬突撃。お家芸はまだ温存しましょう。者ども、ここが正念場。同じく竹中半兵衛も騎馬突撃。突撃用意。これで一気に、ね、敵の足軽あるいは重装隊というところを撃破してまいりましょう。和田山城の防衛戦ですが、ここは秀吉が頑張ってですね、では桜の玉が効いて一挙にですね、敵の増援櫓を落とせたと思います。この増援櫓を落とした後は、敵の櫓を潰しました。いよいよ謙信との決戦に備えて体制を立て直したいと思います。では体制を整えました。今どこにいるかというと、謙信の本陣のすぐ横です。ここから一気にですね、切り込んでいきたいと思います。狙うは謙信の首ただ一つということで、謙信のいる本陣に突入を、いよいよ敢行していきます。温存していたですね、お家芸、これを存分に使いながら一気に謙信を追い落としていきたいと思います。謙信の周り固めてるのは、鉄砲隊ですね。鉄砲隊が周り固めてますので、ここは信長が一気に突入をしていきましょう。謙信の守備をしている鉄砲隊、これに向けて、まずは、伊賀天。まだよ。わしはまだ口には。で、続いてですね、半兵衛も同じく伊賀天を使って、まあ、いち早く敵の鉄砲隊の大中へと切り込んでいきました。切り込み次第、お家芸を使って一気に謙信を潰しにかかると、まあ、そういう作戦ですね。さすがに信長半兵衛早いですね、動くまで。さあ、謙信が動いてきました。では早々にお家芸を発動していきましょう。まずは大輪鼓舞ですかね。大輪鼓舞使いましょう。持ってるお家芸としては大輪鼓舞、一定時間攻撃力が2倍ですね。あと知った激励、防御力が3倍、疾風突撃は速度が 1.5 倍、
一斉奮起は、混乱とかね、状態異常を回復というところなので、ここはもうね、大輪鼓舞を2連続で、ぶちかましていくという表現がいいでしょうか。一気にね、レベルの高い聖剣隊の剣士の部隊にね、切り込んでいきましょう。この和田山城を守っている部隊はちょっと苦戦しているという状況のようですが、まあ、ここは信長が剣心を殺してくれるというように信じましょうか。では、他の部隊もですね、ここは、ここぞとばかりにですね、突撃、一斉攻撃、さらに、大軍鼓舞の連発というところで一気にね、剣士の息の根を止めにかかります。カズマスが突撃。三井秀は一斉射撃。これで、上杉本陣、剣心本陣に攻撃を仕掛けてもらいましょう。さらに、丹羽長秀もですね、ここで混乱を一気に剣心にさせたいと思います。まあ、聞けば大きいですからね。で、ちょっと今見た感じだと危なそうだったのが、安兵衛がちょっと苦戦という情報出てましたけども、まあ、ここもね、安兵衛、もう一度頑張りしてもらいましょう。皆の者、突撃用意。ここはもう一気に持てる戦力の全てを投入するというところですかね。信長、再び、お家へ、大輪鼓舞。これを使って、剣士の撃破まで持っていきたいですね。丹羽長秀ではさらに毒矢も持ってたので、毒矢を使って、ちょっとね、敵を打ち減らしておきましょう。だいぶ減ってきましたね、剣士も、ね。700という兵まで減ってます。まあ、もともと3000あった兵が、ここまで減ってるので、だいぶ大きいかなと。まあ、せっかくなんで、欲しい絵もですね、ここは、槍ぶすまを使っていきましょう。勝家こそ敗れたものの、他の部隊は頑張ってくれてるという状況があるかな、というところですね。剣心を撃破です。これで剣心を、まあ、事実上、まあ、配下に加えたという感じですかね。我が波動に迷いなし。剣心を撃破です。まあ、今回は序盤で信長と剣心の同盟、二大巨頭のこの共闘は戦国の世に激震を走らせた。温存できたのが大きかった。義明の反信長工作までもが明るみに出る。親方様、織田が京へ向け動いたとの知らせも。放っておくがいいわ。将軍様はどうなるのでしょうか。謙信公が助力するほどの男、信長殿を見極めてからでも遅うない。信長、いつの日かわしとまみゆる日も来ようぞ。ここからは完全に行くシナリオに入っていったかなというところですかね。
秀吉、庭長秀、そして前田利家あたりがレベルアップしてます。信長の銃騎馬隊もレベルアップ。あと大きいところで言うと、三井での鉄砲隊もレベルが上がってますね。勝松のラッパ隊、それに利家のやり隊もレベルが上がってます。この辺りは大きいですね。はい。弓と、あと、電信の、これは鋼かな、入手しています。ちょっと後でね、効果は見ておきたいかなと思います。では、今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。